日本埼玉県八潮市八条八条は、埼玉県八潮市にある大技。郵便番号は340-0801。八潮市の北部に位置する。大技鶴ヶ根の飛び地が、綾瀬川放水路の八潮水門周辺に存在する。東京外環自動車道が中央を横断している。中川を境に、三里市と隣接している。中川に架か,かる橋の表記は八条ではなく八条京都。 なっている。東部には南北に八条用水が流れている。八条北小学校西側は田畑が広がっていたが、外観屋をパーキングエリアの建設が予定されており、造成工事が行われている。住宅地の地価は2020年1月1日の工事地価によれば、大和八条あざ港の宮2497から、一の地点で9800円。 平方メートルとなっている。かつては八条村であった。2020年4月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。地区内に鉄道はない。最寄り駅は東武伊勢崎線総会駅であるが、時効の宮2497から1の地点より、およそ 3.7km 離れている。また、 地区の北部は JR 武蔵野線越谷やレイクタウン駅が近く埼玉県道29号から北側の区域で約 2.3km から 3.4km 程度離れている。なお、市内に所在するつくばエクスプレス線や塩駅からは 2.0km から 5.5km 程度離れている。ありがとうございます。